23年度三次隊の市政と申します。ウガンダ共和国の、マサカ県、マサカ地域中核病院というところで、医療機器のエンジニアとして、勤務しています。毎朝、24時間レポートというのを、受け取って、そこで1日何人の患者さんが、生まれたとか、亡くなったとかそういった報告を受けて、そこで、何か医療機器に問題があれば、情報収集して病棟を回るという、1日を過ごしています。はい、ここは救急病棟に、なります。自分の仕事は医療機器なんですが、護衛活動といって、整理整頓清掃清潔しつけをしっかりやりましょうとか、そういった活動の、促進をやってます。はい、ここは新病棟の中にある、倉庫の一つです。ここは中狭いんですけれども、新しい医療機器を受け取った時に、同時に消耗品と、スペアパーツを受け取りましたので、それらをここで、一括管理しています。で、真ん中でこの赤いラインで区切って、スペアパーツと、消耗品を分けています。これネブライザーといって噴霧器なんですけれども、薬を中に入れて、息がしづらい喘息の患者さんとかがこう薬吸えるようにっていう、機械です。で、マニュアルあるんですけれども、すごい、ごちゃごちゃして分かりにくいってことだったので、病棟のナースと相談して、こういったシンプルなマニュアルを、作成しています。はい、これはオートクレーブといって、滅菌する機械です。患者さんを治療するときに使う、鉗子とか、ハサミとかそういったものを、ここで滅菌して、患者さんに安全に使ってもらえるという、装置です。これも、スタッフと相談しながら、シンプルなインストラクションを作って、分かりやすくこうやって赤ちょっと強調させてますけれども、こういうことやってます。で、定期的に、これらの絵が安全に使われているかっていう、ユーザートレーニングと、あと定期的な、修理とか、あと点検をして、未然にトラブルを防げるようにということを心がけてます。やっぱりこうやってしっかりゴミの分別ができるように、こういったポスターを貼って、ゴミの分別をしてもらうようにということを心がけてます。それからこちらスイッチですね、スイッチオフオンで、日中は節電しましょうとか、そういった、注意書きを貼っています。はい、ここは外科病棟の滅菌室になります。ここにもオートクレーブがあるんですけれども、こちらがすごい古いタイプのオートクレーブで、最初に見た時に全然もう動かなかったので、修理をして使ってもらえるようにしました。で、それから壁に貼ってるんですが、インストラクションも同時に作って、壁に貼ってます。はい、ここ外科病棟の、スタッフルームになります。ここもともとノーティスボード掲示板がなかったので、みんなこういった、書類を全部壁に直接貼ってたんですけれども、ちょっとそういった状況を変えたくて、このマテリアルが新しいビルが建った時に、梱包材として使われていたものなんですけれども、これを使って、掲示板を作りました。で、ここもしっかり区分けして、医療機器の情報ですとか、ネティロスタとか、5S コーナーを作って、しっかり書類が、管理できるようにということを、進めています。各病棟を回っていると、こういった壊れた、血圧計がたくさんあります。ここにあるだけで、今5つですけれども、病棟もあればたくさんあります。で、ここの国で問題となっているのは、スペアパーツの入手が非常に難しいところです。ですので、こういった壊れた医療機器でも使えるパーツを、一つ一つ抜き取って、使えるものを、残しておいて、ニコイチにして、使える状態にしてから、病棟にまた戻すという、ことをやってます。日本との違いは正直たくさんあります。で、ストレスを受けることもたくさんありますし、作ったアポイントメントが破られていることも、しょっちゅうあります。ですけれども、やっぱりそこで柔軟に対応して、自分の活動をフレキシブルに、計画立てて、
一日を過ごすってことも大事で、待つっていうことも大事なのかなっていうことをここで学びました。